札幌市西区のカレー店で昨日、レジの中から現金およそ2万円が盗まれているのが見つかりました。昨日午前8時ごろ、西区琴に1条7丁目の札幌カリーパオで、出勤してきた従業員が店内が荒らされていることに気づき、警察に通報しました。店によりますと、レジの周辺やスタッフの荷物置き場を中心に荒らされていて、レジにあった釣り銭用の現金およそ2万円がなくなっていたということです。また高さ2メートルほどのところにあるトイレの窓が割られているのも見つかりました。周到な準備をしながら入ってきたんじゃないかと思うところがとても怖いです。警察が窃盗事件として捜査しています。